それじゃあ青春を思いっきりエンジョイするバンド青春フレンズの第1回目ミーティングをするわよ。早速発起人のさきちゃんから自己紹介よろしくね。はい、宮城1年天馬さきです。担当はシンセサイザーです。みんなでたくさん青春できたら嬉しいです。よろしくお願いします。さきとは幼馴染で、宮城1年の星野一花です。担当はギターで、ミクが歌ってる曲なら何曲か弾けます。よろしくお願いします。ベース担当の宮城2年の桃井愛理よ。知ってると思うけどアイドルをやっていたわ。実はバンドもちょっとやってみたかったの。だから声をかけてもらえて嬉しいわ。私入院中に先輩からたくさん元気と勇気をもらいましたから、もし一緒にバンドできたらいいなって思ったんです。じゃあ最後は私だね。私は東雲エナ、上高の2年で夜間クラスに通ってるよ。愛理とは中学時代からの友達で、バンドやらないかって誘われたから来ちゃった。担当のドラムはまだ練習中だけど、まあよろしくね。はい、お願いします東雲先輩。ああ、せっかくバンドやるんだし下の名前で呼んでよ。私もそうさせてもらうから。わかりました、エナ先輩。お嬢様学校の後輩ができるなんて、なんか変な気分。自己紹介も済んだところで、みんなで青春をエンジョイしちゃいましょう。勝手に行ったら迷子になっちゃうよ。あの二人いつも元気だね。あら、おばあちゃんみたいなこと言ってどうしたわけ？おばあちゃんって後輩がいるってこんな感じなんだなって思っただけ。夜間だとあんまり交流ないし。なるほどね。エナ先輩、アイリ先輩、この顔出しパネル4人で撮れるので一緒にどうですか？え、フェニー君だっけ、あのマスコット。くちばしっぽいところから人の顔が見えてるってなんかシュールじゃない？とかなんとか言って恥ずかしいだけじゃないの？そういうわけじゃ。せっかく青春しに来てるんだから、恥は捨てて全力で楽しみましょう。ほら、いちかちゃんとさきちゃんもキラキラした顔で待ってるわよ。先輩、一緒に撮ってくれるかな？本当だ。しょうがないな。あ、撮るならまずいい感じの構図を見つけないと。アイリー、先にいちかちゃんたちのところに行ってて。ええ、最高の一枚にできるようにお願いね。うん、任せて。今日も疲れた。ほんと、アイリってばめちゃくちゃスパルタなんだから。当然よ、最高の青春を送るためにも何事にも真剣に取り組まなくちゃね。そうですね。あ、じゃあ練習目標を達成したら何をするかご褒美を決めておきませんか？うん、いいと思う。みんなしたいことある？はい、私はみんなでミクのライブを見に行きたいです。いいわね、ライブ。実は私もアイドル時代の同期が新しいグループを組んだらしいから、
リリースイベントを見に行きたいのよね。私は暖かくなってきたし、山でキャンプしたり海に行って遊んだりしたいです。エナ先輩は？私は特にこれっていうのはないけど、最近弟がなんか面白いことやり始めたみたいだから、それを冷やかしに行くっていうのもいいかも。冷やかしにって、アキトくん相変わらず苦労してそうね。まあ何はともあれ、やりたいことがまだまだたくさんあるわね。はい、高校生のうちに全部やっちゃいましょう。全部は欲張りな気もするけど。いいのいいの、こういうのはやったもん勝ちなんだから。ええ、これからも思い切り青春していきましょう。青春フレンズ。